大とです。えぇ、ー、ライジン東京ドーム大会。えー、いやー本当にね、すごいですね。面白い。前半ちょっとこう、トーナメントの、あの、バンダム級のトーナメントとかで、やっぱり、ちょっと勝ちを意識した試合が多かったんで、ただ、そこからね、本当に井上直樹選手ぐらいからもう、ガーッ上がってきて。それで、えー、今回ね、まあ、あの、この試合は、まあ、 井上尚樹選手が朝倉海選手の前の試合でものすごい勝ち方してねでこれでもう完全にあの何て言うんですかね今まで <coughs>、まあ、井上尚樹選手朝倉海が抜けてて、まあ、井上尚樹選手っていう声も上がっててでも本人は朝倉海選手本人はいや自分が抜けてるとまだだろうって言ってたの,のをもう自分の試合の前に ま、いるだろうって、俺がいるだろうっていう、井上直樹選手もそういう試合をして、そのす、すぐ後にね、コンクト大会の大本命と言われてる、え倉海選手が試合を迎えるということで。でね、あの <coughs>、この試合に関して言うともう、本当にこう、相手が渡辺修斗選手っていう、<coughs> あの、角で言うとちょっと結構下の選手になるのかな、まあ、 あの、渡辺修道選手が、ライジン以外は、あの、日本でいう、その、まあ、シュート、ディープ、パンクラスって言われてる、こう、あの、三つのね、老舗団体から、ちょっとこう、には上がってなくて、それ以外のイベントで、あの、活躍してきた選手なんで、あの、僕らもあ、渡辺修道選手の、こう、実力を、測りかねてたところで、前回、 あの、タマリ選手に勝って、あ、お意外強いんだ、みたいな。ところで、えー、今回ね、えー、渡辺修人選手が朝倉海選手と戦うということで、まあ本人も、あの僕もね、インタビュー動画撮ったりしたんですけど、まあなんか <laughs>、すごくこうひょ、ひょうひょうとしてるというか、なんかこう、なんか可愛い喋り方で、いやあんまりこう、気負いもなくね、あの、 あの、浅倉海選手と向かうことで、こう、そんな気負いもなく、まあ、本当にこう、あの、やれることをやるだけだっていうところで,で、まあ、試合が始まってね、あの、前半、まあ、本当にこう、打撃の時間を取らずに、もう変にこう、打撃で見合うと距離取られちゃって、多分、散らされるとまずいと思ったと思うんですよね、渡辺修造選手が。だからもう、すぐにシングル入って、そこから寝技に入ろうとして、ちょっと切られて、 その後もシングルですぐに入って、もう打撃の時間っていうのはもう本当にこう短くして、とにかく組みに行こうっていう、まあ、そういうもう作戦がはっきりしても、あの、スタンドで打撃が一切付き合わないっていう。だからあれ、まあなんか、それをやってて、で、あの、まあバック取りかかるけどダメで、そっから今度また、あの、組んで、で、 無理やりフロントに入って、引き込みながらフロント入って、フロントどうかっていうところでフロント外されて、で、そこから、あの、もう本当に回の、もうものすごい浅倉選手の本当に重いね、パウンドでパウンドアウトされるっていう試合だったんですけど、まあその、今回の試合で関して、その、浅倉回選手の、なんかこう、引き出しというか、 今までの試合以外の引き出しで何が見えたかっていうところだとちょっとこう、もうあの、渡辺修斗選手がそういうものを見せずに、すぐに組んできたんで、ちょっとこう、あの、朝倉会の会の、その、引き出しもちょっと開けれなかったかな、みたいなね。ちょっとこう、会が、今まで、 この前の試合から何をこう積み上げてきたかっていうところまで少し競れなかったかなっていうね。なんか、あの、もう、ただパウンドがめちゃくちゃ強いっていう。でそれ以外のことに関して言うと今までもしっかりタックル切れてたし、組み技のあの、逃げ方、あの、フロントジョークとかの逃げ方とか、バック取りかかったところのあの切り返しとかは、まあ今までの技術もあったところなんで、 ちょっとこう、まだ、何があるのか。だからなんか、積み上げてきたものが見れないんで、じゃ井上直樹くんが、打撃、やっぱすげえんだなっていうね。なんか、今までのものと違う一面を見せたところで、貝は扉を開けずに今までのものでなんかこう隠したまま上に上がれたみたいなね。 まあそんな試合でしたね。だから、まあ、渡辺修斗選手がしつこくタックルに行って、多分あのタックルも、多分少しずつ少しずつこう、疲れてくるとだん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 あの精度が落ちてくるんでね。まあ切ってればそのうち倒せるだろうなっていう感覚は多分、あの、海の方が持ってたと思うんですけどね。まあでももう、あの、渡辺修斗選手からすると、あれしかないだろうと。あれでどっかでチャンス作って、 バックだったり、フロントチョークだったりっていう、あの、フィニッシュを思い描いてたと思うんですけど、やっぱ、そこは少し力の差があったかな、っていうところでしたね。あともう一試合ね、その、もう本当に、まあ、これすごいっすね、本当に、あの、ライト級タイト,タイトルマッチで、ライジンのタイトル級マッチで、で、えぇ、ー、サトシ、ソウ選手と、あと、ムサイフがね、<laughs> で、サトシが前回ね、あのー、あ、前、 前回、あの、負けてるんですよね。なんかあ、目に指入ったとか、まあ、パウンドとか打たれてるとかで、相手の名前ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、あの、オーストラリアの選手に負けて、で、ちょっと打撃の時間長くなるとちょっと怖いなと思って、で、まあ、ムサイフはもう本当に、あの、ライジン来てからもう無敵で、で、あの、ベラトールのトップ選手のね、あの、フレイレイパトリッキー・フレイレイ にも勝ってて、競り勝ってね。で、もう、雷陣のその、あの、外国人選手たちは軒並み倒してね。で、そこで、今回、ムサイフと、えサトシっていうことで。で、やっぱり、あの、サトシ、ソうザサトシ選手は、もう、決めの強さはもう、みんなが知るところなんで、あの、ただ、テイクダウン取れるのかとかね。で、距離で近づけて、寝技に持っていけるのかっていう、 ところが心配されてたんですけど、まあ僕のその予想動画でも上げてたんですけど、僕はサトシーあのフィニッシュするんじゃないのかなと思って、それ確か三角締めだと思ってた。で言ってると思うんですけど、テイクダ僕はね、サトシね、テイクダウン取るか、テイクダウンはちょっと取れないんじゃないのかなと思ってて。バックに、スタンドでバック取って上に乗ってチョークで決めるとか、あとはもう、 引き込みながら三角かなと思ってたら、やっぱ引き込みながら、あの三角、まあ、それも、結局、あの、組んでバック取りかかって、で、そこを無罪服が我慢して、なんとかトップ取って、ちょっと休みたいなと思ってたところで、もうすぐにサトシが仕掛けて三角取るっていう、もう本当にあの、さすがのね、やっぱり、あの、充実の、あの、 トップなんでね、寝技になった時のやっぱり、そこはどこからでも決めれるっていうね、やっぱその、やってきたものの、あの、本当にこう、磨かれてるね、なんか、しっかりやり込んできた充実っていうのが、やっぱ、どんなピンチだったり、どういう選手に対しても、あの、サトシのフィニッシュっていうのは、決めれるんだなっていうね。あの試合に関して言うと、例えば、ムサイフが、 あそこしのいで立ち上がったりしたら、ムサ夫が KO してるなんていうのも全然あるだろうし、なんかこう、10回やった時にどっちが勝ち越すかって言ったら、僕はムサ夫の方が勝ち越すんじゃないのかなと思うようなところだったんですけど、やっぱりそこで、あの、サトシっていうのは、やっぱ、樹立とかで、世界とかも取ったりしてるんでね、そこら辺の勝負強さ、やっぱ、あの、樹立とかでずっとね、厳しいトーナメントを勝ち上がってきて、 っていうところでの勝負強さとか、あの、勝つっていうことに対するその、勝ち方を知ってるっていうね、選手だなと思いましたね。まあ本当に、あの、面白かったです。今日はこれで終わります。ありがとうございました。